新しき聖地ふむふむへえなるほど確かに言われてみればそうかもしれないな僕はポスターの解説コメントをしげしげと読みふけった挙句一人ポツぽつんとがてんしていた仮装にアンマン天文台の代名詞と名高いゴレンドーム中層に速さと強さが際立つタッチで大胆に描かれた大きな月上層に 雲だかガスだか空だか宇宙だかすぐには判別できない不思議なもや控えめなきの額縁に収まる印象的な風景はそんな景色だった商品棚にはキーホルダー便箋、天体写真集ポストカード専門書文房具マグカップ手作り望遠鏡キットぬいぐるみクッキーピンバッジポスターなどが所狭しと並ぶ 土産の品を選ぶ来場者たちがひっきりなしに訪れる店内は常ににぎやか。屈託のない嬉しそうな笑顔を浮かべる子供たちや、手にしたギフトを手渡す相手を思う大人たちが AR 決済を済ませる。お買い上げ、ありがとうございました。お月様ピアス、すごくお似合いですって、嬉しい。あら、これとっても綺麗だから、気に入ったわ。左は私がつけて、右は母へ送るのよ。 それは喜ばれるでしょうね。ピアスも嬉しそう。よかったね。素敵な方と出会えて。キラリンヨルダン難民キャンプで手作りされた、お月様モチーフのかわいらしいピアスが、こんな風にしてお客様の耳元を飾り、ご実家で暮らすお母様の耳元でも、光り輝いていくことになるだなんて、心温まるひとときに思いがけず立ち会うことができ、とっても嬉しい気持ちで胸が満たされた。次の週末、 この話を届けにキャンプを訪れよう。そして作者の方と一緒に僕も一つ作ろう。妻へのサプライズギフトとして、僕はそう決めた。不思議なもので創作物の価値というのは値段や評判を軸にして押し量れるものではない。子供たちやお年寄りが楽しみの一つとして手作りしたアクセサリー。ある旅行者が立ち寄った工芸体験スペースで旅の思い出として編んだキーホルダー。 大学生たちが卒業パーティーのステージで熱唱する賑やかで発芽としたムービー。それらは間違いなく一品だ。店内の壁に貼られたこのポスターも天問台の観測員が描いた絵だが本当に素晴らしい。先ほど読んでいた解説コメントがまたとても美しくて僕は心底驚いたしなんだか共感した。月は新しい聖地。文末をそう結んだ作者に いつの日か直接会い、思いを聞いてみたい。僕はそう感じた。筆さばきの荒々しさは、一体何を表しているのだろう。なぜ、こんなにも大きく月を描いたのだろう。一見無関係にも思える独特なもやは、何なんだろう。美術評論家からは、優秀作品だと評価してもらえないかもしれないが、僕はこの絵に惹かれた。そして何よりも、あの言葉に心をわしづかみにされたんだ。 月は新しき聖地。ME14 年7月1日。アンマン天文台ギフトショップ。アルバイトロトルムミン。